先生こんにちは。カイロの本当のところのフリアです。さて美脚マスターパーフェクトメソッドですね、丹羽先生の美脚メソッドいかがでしょうか。丹羽先生にはですねまた承諾をですねいただいてですね、今回フリアのやってみました動画パート2ということでですね、丹羽先生の美脚メソッドを公開したいと思います。今回もですね、まあ、やり方等々はですね、丹羽先生の DVD を見ていただいてですね、検査などはですね私独自の検査ですのでご了承いただければと思います。はい、では早速ですけどもやっていきたいと思います。ではこちらの方に向こうを向いてカメラの方を向いて座っていただけますか。はい、今回はですね、まあ、前回は美脚なのに上半身のテクニックをしましたけど、今回はですね、やはり美脚ですから足の方を施術していきたいと思います。はい、ではですねビフォーアフターちょっとやはり見てみたいので、ちょっとですね向こう向きでですね座ってもらって横座りをしてもらえますか。はい、横座り、はい、そうですね横座りですね。まずこっちから左の方ですね。はい、これとじゃあ今度逆ですね。はいはい、この感じ。今左と右比べてどんな感じですか。やりにくさとかっていうのは。はい、やりにくい。はい、もう一度ちょっとやってもらえますか。じゃあカメラさんちょっとこの感じ撮っといていただけますか。はい、もうちょっと嫌な感じしますね。股関節なんか嫌な感じしますよね。はい、わかりました。はい、結構です。じゃあそのままですね足投げ出してですね、そのまま仰向けに寝ていただけますか。はい、結構です。はい、じゃあもう一個ちょっと検査しておきましょう。膝をちょっと曲げてもらってよいしょ、はい、OK、よいしょ、皆様よくご存知の膝倒しですね、ちょっと見ていきます。まずはこっち側の方から倒しますね。はい、この感じ、まあ、体の感じですね、しなり方とかですね。はい、今度逆です。はい、はい、この感じですね。今どっちがしにくいとか、痛いとかってありますか。左の方がやりにくい、はい、やりにくい。左というのはこっち側ですね。はい、じゃあこっち、これやりにくい感じ。はい、わかりました。もう一度いきます。よいしょ、この感じ。はい、 OK です。はい、ではですね今からちょっとやっていきたいと思います。よいしょ、ちょっと回します。今ですね、これ本当はですね、丹羽先生のやつは両足していかないといけないんですけども、今日はですねちょっと片方だけ、お時間もかかることなので、片方だけやってみたいと思います。これしんどくないですか。痛みないですか。はい、でちょっと揺らしていきますね。さっきも話したように細かな操作方法は丹羽先生の DVD を見ていただいた方がいいと思うんですけども、丹羽先生非常にお上手です。私これやっててもタイミングがやはり難しいですね。だいぶ緩んできましたね。詳しいねやり方は丹羽先生に
DVD で見ていただければと思います。だいぶね、いい感じになってきましたね。よし、はい、戻します。よいしょ。というかですね、ちょっと最初見てなかったんですけど、こっちの足良くなったような感じしませんか？はい、今あのちょっと上のカメラから撮ってると思うんですけど、こっち伸びた感じしてると思います。あのごめんなさいね、これあのこれも突発的な、あこっちがスッとまっすぐ感じですね。はい、まあ、ちょっと他のっていうかやった検査をねやります。こうね、まあ、ちょっとお話しすると、私の勝手な検査をしているわけですね。でも体って面白いんですね。いろんな反応が出るんです。でその時々でその方の反応が出るわけで、その私自分がした施術家がした検査法でじゃあ結果が出るかって言ったら、意外とね、出ない場合もやっぱあるんですね。で思いのほか違うところに結果が出たりするんで、これがまたね体の不思議というか面白いところなんですけど、ちょっと倒していきますね、こっち側の方、ね、はい、この感じ、はい、なんとなくですけども非常に倒れているのが分かると思います。はい、じゃあ次ですね、逆で、はい、これもなんとなくですけど倒れてる感じがします。はい、結構です。はい、よし、じゃあではですね、私が最初に指示したですね、検査ですね、ちょっとじゃあやってみましょうか。はい、じゃあ座ってくださいね。そのままですね、足を投げ出す方から、左に投げ出した方からですね、一回やってみましょうか。はい、この感じですね。はい、なんとなくですけど、なんかスンとまっすぐ座れてる感じしますよね、無理なくね。さっきしんどそうでうーってなってましたけども、はい、次逆ですね。やっぱり楽ですか？はい、はい、もう一回ちょっと逆やってもらえますか。やはり安定する形になってきます。なんか安定してますよね、さっきよりもね。実はですね、はい、あ、結構です、ありがとうございます。ちょっと座ってもらえますか。はい、じゃあちょっとこちらで回しますね。実はですね、今のテクニックっていうのは、もっとですね、丹羽先生のものっていうのは深い意味があるんですね。で私ただやっただけなんで、簡単そうに見えますけど、実は非常に深いテクニックになっております。ですので、DVD をね、見ていただいてですね、まあ、考え方であったり、理論ですね、そういうものをまずは見ていただいた上で、この技術をやるとですね、非常に体が変わったりしますので、ぜひですね、DVD を見ていただいて学んでいただければと思います。ありがとうございました。